マイクロソフト XBOX、MSX という前例はあるが、実質的にはマイクロソフト初の家庭用ゲーム機である。すでに登場していたプレイステーション2をターゲットに作られた XBOX は、残念ながら日本では成功といえる成果を上げられなかった。今回はこの XBOX を見ていくことにしよう。XBOX は開発段階でプレイステーション2の3倍の速度で動くゲーム機を目標に作られた。処理能力では家庭用ゲーム機以上という PC の部品を流用し、処理速度の向上を目指すといういかにも PC 市場で育ったマイクロソフトらしい発想であった。 CPU に Pentium 3時代のモバイルセレロン 733MHz を搭載。グラフィックチップには NVIDIA GeForce 3を改良したものが使われている。メモリーも PC で主流であった DDR-SDRAM64MB、 5倍速 DVD ROM、 8GB ハードディスクを搭載。 OS に Windows 2000を改良したものを採用し、そのハード構成はまんまウインテル PC であった。実際 PlayStation 2の3倍の速度で動かすという当初の目標は達成できなかったが、それでも処理能力は他社のゲーム機に負けていなかった。この XBOX 開発に際し、マイクロソフトは NVIDIA と契約を結んだわけだが、契約の段階でマイクロソフトは契約金のうち前払いで2億ドル支払っている。さらにこの契約をいつでも解除できるようにしていた。また契約が終了した場合、 NVIDIA は1億ドルをマイクロソフトに返済し、残りの金額は 30% 引きで NVIDIA の優先株式を購入するという段取りがなされた。この契約に対しマイクロソフトは、マイクロソフトが使用するグラフィックチップ及び関連商品の開発において NVIDIA が成功する保証はない、もし実際に発売されても商業的に成功するかはわからないと語っており、最初から負け戦覚悟で発売したわけである。2001年にアメリカで先行発売された XBOX だが、ゲーム先進国である日本を最も巨大なマーケットとしていた。日本発売に向けマイクロソフトもかなり気合が入っていたらしく、マイクロソフト総帥ビル・ゲイツがプロモーションのために来日するなど、なんとか不安を払拭しようと努力していた。そんな不安を抱えた中、2002年に日本で発売。発表の段階で日本の有力ソフトハウスも参入を決定していたが、発売と同時にマニアックな海外ソフトしか用意できず、販売台数は伸び悩んだ。そのおかげで日本のソフトハウスが参入を取りやめるという事態に発展。さらにソフトとなる光メディアに傷がつくという不具合も発生し、その対応にも傷がついてもプレイに支障はないというあまりにもおざなりな対応でゲーマーの信頼を失うことになる。海外では
市場に見合ったソフト供給が行われ、それなりにヒットはしたが、それでもプレイステーション2には遠く及ばず、日本市場においてヒットと呼べる作品がテクモのデッドアライブしかなく、それでも10万本程度というありさまで、そのデッドアライブももともと海外市場で大ヒットし、その流れで日本発売された代物とあり、日本向けのソフトがほとんど発売されなかったのが大惨敗の要因であった。結局日本市場ではわずか50万台というひどいもので、 Xbox は早々に後継機 Xbox360 にモデルチェンジすることになる。開発段階から日本をターゲットにしながら、その日本市場を軽視したマイクロソフトの戦略は大企業のおごりだったのであろうか。あまりにもアメリカンナイズドされた Xbox は何か 3DO のような雰囲気を醸し出していた。Xbox360 も日本で一定の評価を得たものの、それでもソニー、任天堂の牙城を崩すには至っていない。日本とアメリカのゲームに対する感覚の違いなのであろうか。次回のゲームグラフィック TV はオンラインゲームの歴史。ネットを利用し、不特定多数のゲーマーが世界観を共有し、同じ時間を生きる。数多くのサービスが生まれたオンラインゲームの歴史を語っていこう。